どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。えー、今日は12月の16日ね、えー、106回目の配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 どうもボボビビーーーアトレザーのボビーです、えー、今日ですね、えー、大阪のボビー・アトレザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしております。ねえー、なんかあの今日はですね、えーさ,っきまあ、さっきまでなんですけど、まああのー、iMac をね使ってて、まあ、MacOS が新しくなったんですね。で、まあ、それをなんかこう クリックしてですね、まあまああの更新してたわけですよ、システムをね。なんかもうねこの時間ちょっとずれたなんかない感じで、でまあいろんなちょっと使える機能があったりするっぽいんですけど、まあ何にも分かってません。ただ画面がですね、えー、ちょっとあのスマホ的なっていうかあの iPad っぽいような感じになりましたね、うん。まあまあこういうふうに少しずつ未来へ向かってるんでしょうね。2021年へ向かってるんでしょうね。もうあと2、3週間、2週間ぐらい。 でまああのまあこれもお、えー、今日もですね、えー、まあなんかこうわざわざしますけどねでまあえー、っと今日の大阪ですね、えー、まあ天気は良かったですね朝ちょっとあの用事で出かけたんですけどただもう風が冷たい <laughs> ねえねえもうほんまにこうでまあ暖房はまあ入れてるんですけどね、えー、足元がちょっとピューっときますねまあまああの隙間風が来ないようにはあこう 隙間のテープみたいなの貼ったりしてるんですけどね。皆さん防寒対策とかどうされてますかね。まあ今日はですね、えー、何を書こうか、えー、テーマにしようかなと思ったんですけどね。まあまあパッ,パッと思いついてね喋ってますけどね。あのブログをおね書き続ける理由っていうのをねタイトルにさっきしました。ねあのー、まあ毎日更新はね、えー、もう最近もうここ数年できてないんですけどまあどうしてうもお。 制作する時間とかがあやっぱりこうウエイトを、ね、どうしても、あのー、まあこう締め、まあ、当然ですけどねああ締めるじゃないですかであとまあ,あやり取りとかなんですよねでまあそんな中でですね、えー、まあもうボビー・アトレーザーのね今のホームページになって、えー、大体6年ぐらいですかね。うん、2014年の9月ぐららいから 運用かなそれまでホームページは作ってたんですよ。で、えー、ブログもですね当時はアメブロかなもう10年以上前、うん、ちょっと始めてそれまではまああのミクシーでねあのソーシャルネットワークですね。もうその中で、うん、まあまあ日記をそれはもうほんまのプライベートな <laughs> あー日記ですけどね、うん。でまああのツイッターやらいろいろこうあってまあそんな使い方もな何をどうしたいんかわからなかった日もあったし。 でヤフーブログとかいろいろやってるんですけどねで、まあ、ボビー・アトレーザーのホームページをね今こうやって、えー、やってるんですかで、えーえー、まあ,あ自分なりに、まあまあ、今こういう配信をしてるような感覚で、えー、やっぱりこうつづってきてったわけですよまあまあ今も、まあ、もちろん一緒ですどちらかというともうブログよりも今こうやってね話してる子が毎日毎日更新なんでね、うん、あのー、なんていうかな えなんか続いてるっていうかまあこれはこれでね、えー、もうほんままあ、まあ、ほんまブログにこれをねスライドしていけばいけば一番いいんやろうなと思ってはしてるんですけどねでまあ、えー、そんな中で,ですねあのやっぱこう僕のみたいなこれボビー・アートレザーでねこういう、まあ、まずレザーもそうですしレザーファッションもそうですし、えー、ましてや ハンドステッチで、ね、セブンティーズロックカルチャーのですね、えー、こういう感じのスタイルを続けてるっていうのはですね、えー、ほぼほぼいないじゃないですかあのね狭いこうね先が尖ったような感じね非常にこう何て言うのかな、えー 大海原の中,の中にです、ね、泳ぐメダカのようなそれぐらいちっちゃいような感じですね。その中で,ですねやっぱりこう普段の生活でもそうですけどどっちかというとマイノリティなというかあのマスじゃなくて何、えー、て言うのかなマニアックなというか、うん、どっちかというとそっちの方ですね僕なんか。まあ えみんなが流行っているからこれがいいという,うなしに自分のここが心がですね響いてせあのこうおね突き動かされた時にものがやっぱりこう熱く思えるものなんでえ非常にこうなんていうのね平たくないんですよねだから不特定多数というよりもあのどちらかというとお本当にこう マニアなところで、ね、けどあの一りぼっちじゃないよっていうことですねきっとねあのこういう僕みたいにおな感性をしてる方とかあ好む方とかきっと僕がたまたま生活圏の中で出会ってないだけできっとお僕がこうなったように世代を超えてね年代もお度返しして、えー、巡り合いたいなっていうのがあったんですね。あの同じようにこうに共感っていうか うん、だから、うん、それがですね、えー、いつかあ会いたいなってそういう方とお楽しい人生の中の一コマでもね、えー、楽しく熱く過ごしたいなと思って、えー、まず始めたのがそうですかね。うん、でやっっぱりここのちょっとずつねこう あの続けてブログをこう継続っていってるうちにですね、読んでいただく方とかあがあとまあお問い合わせいただく方もそうですし、うん遊びにブねアトリエに遊びに来てくれる方とかあ少しずつですけどね、ええ目り合うことができましたね、うんでなんかこううんそうですね、まあなんか。 今これからでしょう、ねうん、あのー、何でもそうなんですけど結果を急いじゃダメなんだめな,なんろうな,なと思いますあの僕の制作してる作品もそうなんですけどね、うん、もちろんえー、っとなんていうのなあのはしょったりとかできないですし。 そのねあのー、もうちょっと楽なことってできへんかなとかいろいろ、ね、効率よくっていうかできへんかなってまあまあ考えたりするわけじゃないですかだけどやっぱりね、えー、それはねできないですねやっぱりこうひ一つずつ、えー、積み重ねていくっていうか、うん、あの時間の短縮っていうのはできないなと思いますね。うん、あのー 僕はもうブログをですね、えー、続けてきて、えー、実感することはあやっぱりこの何年も前にね僕が思ってたことをこういうふうに今こうやって配信してるように綴って思うよねそれを何年後かのあなたがですね、えー、見つけてくれてでなんかこうお互いにねやり取りができるようなっていうかうん。 なんかなんかレザーとかさそうなんでもどちらかと,いうとあのマ,ニアマニア向けなっていうかねあの <laughs> 一般的なものにはあ流通もされてないような素材とか,あーとか、まあ、まあ使い方もそうですしましてやこういう,うハンドステーチなんか特にそうですからね、うん、そこのカルチャーっていうかあそこにねギュッと熱くなってくれる方と巡り合えて。 で一緒に作品を盛り上,あの盛り上がりながらです、ね、生み出して、うん、もうそのために何かこう続けているような気がしますね。SNS もそうですね。うんまあ、SNS というよりもほとんどもう僕はもうおーブログかな SNS はね、あのーまあ、これもまあ Facebook なんて SNS って言っちゃ SNS ですけど,、あのー、どういうとりあえず個人の方はよりはもう本当にあのー とあの何ですか幼なじみとかあと学生時代の友達とかもちろんこのボビー・アトレーザーを通じて出会った方も何,何かいてますけどねやっぱりそれはもう本当に、えー、なんかこうきあのまだちょっとねがうんですよね、うんまあ、どちらかというと僕はまあボビー・アトレーザーのこの世界観というか思いというか、うん、そこに、えー 一緒に盛り上がってくれるような気持ちを熱くしてくれる方とね出会うために今日も発信していいると思いますねうんまあ今週ねあのハットの作り方とかキャスケットができるまでとかいろいろねお話をさせていただきましたけどもえなんかねあの書いた時っていうそのブログを書いた時っていうのはあなんていうのな あのそんなにまあまあ,あの見てくれてる方もそうも少ないですけどこうね年月が流れてですねえ何あのなんかやっぱこうじわじわ広がっていくんでしょうねあの波紋のようにポーンとねあの何もないこうぎの中でですね石をポーンと小石を投げた時に波紋が出るでしょう。 そういうい波紋がですね最初ちっちゃいじゃないですかそれがこう波紋がですねこう大きくねこう波打つようになってきているようなそんなイメージがありますねいつまででも読んでいただけるようなやっぱタイムレスで色褪せないそんな思いでですねものを僕は作ってきてますし特にレザーなんでねやっぱりそのハイリスタイトルよりも 長年使えるようなっていうか一緒に成長していけるようなそういうものをですねやっぱりこう素材を扱っているんでねなんかそういう方と出会うために同じ思いを出会うために今日もこうやって発信してますし1年後の今日この動画を見てあの一緒に熱くなってくる方もいると思いますしねそう思ってえまあ僕はですね えー、ボビアとレーザーはですね。あのー、こういう感じでお話しさせていただいてます。で、えー、まあ,あそんな感じで,ですね、えー。今日は、えー、ブログを書き続ける理由、そういったものです構ですね。お話しさせていただきました。ね、えー、寒暖の差がね激しくなりましたけどね、年末に向けていろいろねありますけどね、えー。くれぐれもですね、お体に気をつけて。 元気で安心安全ポジティブにですねまたお会いしたいと思いますそれじゃあまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバーイ